んで効いてきてるというのは説明はちゃんとつきます。科学的にどうこういうことまでつくようになる。だけどそんなこと分からないところで何にも人間の体って良くなるわけじゃないから、変わるか変わらないか、今現在こうやってやって変わればいい。それに対して徹底しているのが今あの僕が今これ一般の人にやっていただきたいなっていう内容で、今先ほどこの辺やって楽になった人おられました。この部分やる。あれ先行ったよ。出てもらえません。誰か出てもらうことはできない。あ、ここでよろしいですか。はい、すみません。腰どないだできたよ。角度は言わないんです。ここ折れた時に楽。あ、体が楽ない。あ、そうですか、ね。痛くはないけど楽なんです。あ、そうです。なかなか難しい。はい、すみません。ちょっとです。このちょっと上げさせていただいていいですか。これね、症状この状態での時にものすごい痛いというか、もう立つこともできない。どういう状態になるかって言ったら。家族さんがなった場合はどうするか、今からこういうふうに四つんばいになった状態でね、このままの状態でも発達するからね、ちゃんと立てる。よろしいですか。これはあの重要なことですね。どうしても寝返りも大変で、今ベタッと寝た状態だったらいけるかって、動けなくていいんですか。なぜ四つんばいは絶対します。四つんばいにしてもらいますと痛みが軽減するかしないか分かりますから、手を持ってこの持った状態、普段きつい人の場合横腹を持ってどう動けろってことをちゃんと同じやっていけばいい、ね、ちゃんと動けるってなる。それに対して稽古はちょっと緩めていただきます。これだけですね。これをピンと張った状態で張ると前曲げられませんから、この状態でありましたらちょっと曲げていただきます。どうですか。でこれであの急性期の時は幅を広く持っていきます。痛みが急に出て熱があるような時は幅広く1センチぐらい持っていってもすごく持って、慢性になってくるとこれもっともっと細く持っていくのはこれあのルールなんですけど、まあ今はこれぐらいでいいですか。ありがとうございます。すみません。